幸いなことにあの事故で亡くなった方はいないようです。幸いなことにあの事故で亡くなった方はいないようです。幸いなことにあの事故で亡くなった方はいないようです。 北海道で海の幸を食べて幸せな気持ちになりました。北海道で海の幸を食べて幸せな気持ちになりました。 北海道で海の幸を食べて幸せな気持ちになりました。何で幸福感を得られるかは人それぞれ違うと思います。何で幸福感を得られるかは人それぞれ違うと思います。 何で幸福感を得られるかは人それぞれ違うと思います。証拠として家の中にあるものが押収されてしまいました。 証拠として家の中にあるものが押収されてしまいました。証拠として家の中にあるものが押収されてしまいました。押して開けるタイプなので引いてもダメですよ。 押して開けるタイプなので引いてもダメですよ。押して開けるタイプなので引いてもダメですよ。ボタンを押しても動かない場合はどうしたらいいですか ボタンを押しても動かない場合はどうしたらいいですかボタンを押しても動かない場合はどうしたらいいですか 例文を考えるときにパニックになることはもうなくなりました例文を考えるときにパニックになることはもうなくなりました例文を考えるときにパニックになることはもうなくなりました 危ない状況って例えばどんな状況ですか危ない状況って例えばどんな状況ですか 例を出して説明した方が伝わりやすい気がしますよ。例を出して説明した方が伝わりやすい気がしますよ。例を出ししして説明した方がが伝わりやすすい気がしますよ。